私立札幌清田高等学校は、北海道札幌市清田区にある公立の高等学校。同校が創立された1974年には、清田区はまだ存在せず、立地の名称は、豊平区北野だった。この地区の学校が、いずれも公明日名を冠していたにもかかわらず、北野高校とはならなかったことに疑問を抱く者も多くおり、その理由に関する憶測がいくつか流れた。 中でも難関校として有名な大阪府立北野高等学校と比べられないようにしたから説は広く知られていた。実際の理由は地元で説望されていた公立高校だけに地域の中心である清田の名前が立地に関わらず望まれたためである。出身者に漫画家が多いことで知られる。北野中学校、北野大小学校、北野大中学校。 清田も北野も命名時期は同じ1944年だが、清田が清らかな水田地帯という美名であるのに対し、北野は厚別の北野原野という周辺地帯を指す名である。また、清田団地の成立は北野団地より9年早く、政霊市としての出張所も清田に置かれた。なぜなに、札幌の不思議 100P42ABC、なぜなに、 札幌の不思議 100P43 ありがとうございます。